または、ヤルート干渉とは、マーシャル諸島共和国の首都マジュロから南西 220km に、ある、91の島からなる干渉である。陸地の面積は11平方キロメートルで、ラグーンは690平方キロメートルある。人口は1998年の時点で1699人で、ある。なお、干渉全体が、ラムサール条約に登録されている。 ジャルート干渉は1884年からドイツの保護領となり、1906年からはドイツ領ニューギニアの一部として統治された。南洋町市長第一次世界大戦中に、ジャルート干渉はイギリスやアメリカと同じ連合国として参戦し、ドイツ軍を放築した日本海軍によって占領された。軍政期を経て、1922年よりマーシャル諸島を含む、 南洋諸島全域が日本の委任統治領となった。日本統治時代、ジャルート干渉はドイツ語読みのヤルート干渉と呼称され、同干渉のジャボール島には南洋町のヤルート市長が置かれ、日本のマーシャル諸島統治の中心地となった。日本の委任統治下では、これまで本国から遠かったためドイツの植民地下で、苗頭にされていた近代的な電気や水道、 学校や病院などのインフラストラクチャーの充実が進んだ。1920年代から1930年代初期には、マーシャル諸島原産のコプラの集積地となり、買い付けを行う日本の商人らで賑わった。横浜港やパラオのコロールから、ジャルート干渉まで、日本優先のサイパン丸やパラオガンによる定期航路が就航していたほか、年月より、 大日本航空が横浜港からサイパンやパラオを経由して、ジャルート干礁までの定期旅客便を川西式4発飛行艇により就航させた。1941年12月の太平洋戦争開戦後、ジャルート干礁東部に位置するイミエジ島には日本海軍の基地があったため、ジャルート干礁はアメリカ軍の攻撃目標となった。 1942年2月21日には、アメリカ軍によるマーシャル・ギルバート諸島機動空襲が行われ、艦上攻撃機11機と艦上爆撃機17機が飛来し、特設運送船関東丸が損傷を受けた。1943年10月、マーシャル諸島の南隣に位置するギルバート諸島をアメリカ軍に占領されると、日本陸軍は、 満州国の関東軍から兵力を抽出し、海上軌道第一旅団を編成した。ジャルート艦渉へはそのうち2311名の兵力が送られ、海軍陸戦隊員と共に守備についた。アメリカ軍のマーシャル諸島に対する攻撃は、翌1944年1月31日に開始されたが、日本軍の守備が固いジャルート艦渉に対しては、 空襲と艦艇による砲撃が行われたのみで、進行を諦め、終戦までにアメリカ軍やオーストラリア軍などの連合国軍部隊の上陸はなかった。しかし、この後周辺の制海権を連合国軍側が握ったため、日本本土からの食料や医薬品などの補給が途絶えたため、食料難や薬病によって守備隊員たちに死者を出した。 ヤルートの小学校を訪問したアメリカ軍将校大、東は戦争後のアメリカ軍による軍政期を経て、1947年に太平洋諸島新宅島治療が発足し、ジャルート干渉はアメリカの新宅島治療となった。新たな支配者となったアメリカは、マーシャル諸島の経済的な中心地を、戦時中に占領したマジロ干渉へ移転したために、ジャルート干渉の経済は衰退した。 1979年にマーシャル諸島政府が発足した後、1986年に自由連合名約が発行したため、マーシャル諸島は独立し、ジャルート干渉はその一部となった。首都となったマジュロのマジュロ国際空港との間に定期航空便が就航しており、観光客や漁業関係者などが訪れている。 日本統治時代に行われた祭りの様子1941年、高学校用の教科書編纂のために、パラオへ赴任していた作家の中島厚は、同年9月27日から9月30日まで、出張で、ジャルート鑑賞に滞在している。ジャルートを大変気に入った中島厚は、僕は、今までの島で、ヤルートが一番好きだ。 一番を開けてないで、スティブンスンの南洋に近いからだ。ヤルートは不便だ、と、みんなが、こぼすと言う。寂しいとも言うそうだ。僕は、まるで反対だ。南洋通信と妻に宛てた手紙に記している。これに対し、ジャルートに長く駐在していた役人からは、南洋群島で、ヤルートが一番いい、と言ったのは、あんたが初めてだと呆れられている。その後、中島厚氏は、 鑑賞、ミクロネシアジ,ュンジマ気象という短編集の中で、ジャルート鑑賞について取り上げ、ジャボール島の大酋長、アマタカブアの家に招待された時の出来事などを書いている。アマタカブアは、後に、マーシャル諸島共和国初代大統領となった人物である。ジャボール島には、ジャルート空港がある。マーシャル諸島航空が、首都マジュロと霧島へ、定期便を就航させている。 ありがとうございます。